はい、皆さんこんにちは、吉野亮太です。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。ちょっとね、寒くなってきたんでね、こんな格好してますけれども。はい、今日ご紹介するこちらでございます。ババン。カルビーのカルビーライトでございますね。油分 25% カットということで、カルビーポテトチップ薄塩味。でこれ以外にもですね、かっぱえびせんとか、そのカルビーの商品の、その、まあ、油分ですね、をカットしたものをカルビーライトというね、シリーズであるそうです。これは普通にコンビニでね、購入できます。セブンイレブンさんで購入できます。さあ、気になるその、カロリーですけどね。1袋 50g あたり 246kcal。かなり、ダイエットの感じになってますね。昔僕がダイエットした時に食べてた、油で揚げるわけじゃなくて、焼く、焼いて、ポテチップスというのがですね、ありましたけれども、これはまあ一応油を使っているということなんですけどね、まあ油分をカットというね、感じですね。いただきます。うん、香りじゃ、まだわかんないですね。見た目完璧に変わらない。見た目だけじゃわかんないですね。じゃあ、いただいてみたいと思います。いただきます。食べ比べないとちょっとわかんないってぐらいの感じですね。これ多分、例えば自分で塩をかけるとか、なんかいろいろ工夫したら、多分わかんないね。油分。あ、まあ食べて、今たくさんちょっと食べて感じ、噛んだ感じの口の中の油感があんまないなって思うんですけど、これ十分ですね、これ。これを選ぶといいじゃないでしょうかね。でも物足りないって感じるのかな？ちょっとまあ、まあそうですね。まあ今食べた感じだとちょっと油分が足りないなって気もしましたけど、多分これに慣れちゃえば、慣れちゃうんじゃないですか、普通に。これが当たり前みたいな感じになっちゃって。まあプラスして、まあ、ガーリックパウダーとかですね、さっき言った塩とかをかけて、食べれば全然問題ないんじゃないかなと思いますけどね。うん。一袋食べてもね、246kcal じゃかなり低いですからね。結構いいのかなと思いました。新しい発見でございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、カルビーさんからのカルビーライト。でございました。あ、カルビーライトのポテトチップス薄塩味でございました。ありがとうございました。